なにわ花チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ジェイ南信州の中島です。今日はセロシアの畑にお邪魔しております。セロシアのローズベリーパフェという品種になりまして、濃いピンク色とまっすぐ伸びた長い草丈が特徴のセロシアです。南信州では8月の下旬から出荷が始まってきており、これから10月を迎える中で、後半戦折り返しとなってきております。これから10月、最終的には11月の上旬まで出荷を見込んでいる花材となります。日持ちが良くて、これから温度が低くなってきますと発色もさらに良くなってくると思います。ぜひ毎日の花束に南信州のセロシアを1本入れていただければありがたいです。よろしくお願いします。続いてお邪魔しているのはロシアオリーブの圃場となります。ロシアオリーブは南信州9月末から10月にかけて葉っぱ付き、11月以降は枝の出荷ということで、葉っぱ付きと葉なしの2種類の出荷方法でご出荷を予定をしております。現在見ていただきますと、葉っぱも茂って先も硬くなってきたということで、10月ぐらいからご出荷が徐々に増えてくる品目となっております。出荷いただく際なんですが、上の方のまっすぐな枝を切っていただく、もたぎり出荷で80センチぐらいのものと、こういった下の方の枝を細かく切っていただく、枝出荷で5、60センチぐらいのものを主体として今年も出荷を予定しております。銀色の涼しげな商材となります。クリスマスの時期にもぴったりかと思いますので、ぜひこれからの時期ご利用いただければと思います。